昔最強の薬剤師がまだ先輩たち生きてる時に、先輩たちが親分で今の俺たちが補佐で、幹部会で、頭はまたね、例えばですよ、和歌山さんが組長で、あの若頭にね、あの例えば勝さんとか、幹部で松川さんとか柴田さんとかいる時にこうそれの付き人でいいわけですよ、俺たちいたら完璧な役剤ですよね、まあもう今となったらあの世で作るしかないですけど、そういうのが見たかったな。今の若い奴らってヤクザの時もカッコつけるんですよね。だから土下座とか謝るシーンの時とかも、なんか心の中で分かるんですよ、あどうかカッコ悪いんだこれと思ってるんですよ。昔なんだっけな、若山さんが相手に土下座するシーンがあるんですよ、運動して凄まじい迫力で土下座土下座の迫力で